Continuamos con el capítulo 31, cerca de la solución. Vamos a jugar con Gran. Y después vamos a poner a Catalina. Let's go. に来ていたのか。実は今区域中でおかしなことが起きてて、それで船を降りていたロゼッタさんに会うためにルーマシーまで来たんです。そうか、団長たちも異様な力には気づいてたんだな。怪しい男、それがこの森の中に。そうだ、そいつは異様な力を放つ結晶、おそらくは団長たちも見た黒い結晶のような魔物を連れていた。ってことはそいつが全部の黒幕じゃねえのか。私もそう思う。あの男の放つ気配はなんというか普通じゃなかった。フリ、そいつが現れたっていう場所まで僕たちを案内してくれないかな。状況が状況だからロゼッタさんも心配だけど、もしかしたらこの異常事態を解決するための糸口がつかめるかもしれない。な、何よこいつ。同じだ、あの黒い結晶の放つ力と同じ気配をこいつからも感じる。恐ろしい相手だ。